日本神奈川県横浜市西区、岡野岡野は、神奈川県横浜市西区の町名。現行行政地名は、岡野1丁目及び、岡野2丁目で、住居表示は、実施済み区域。郵便番号は220の0073。歌00川広重、東海道53時、神奈川大の経営より、青木橋付近から、横浜駅、西口方面。小舟のあるあたりが、 現在の丘の、西区の西部に位置し、北東は、県道横浜幾多線を挟み、南幸、はい、南東は、片平川を挟み西平沼町に接する。神殿間川を挟んで南西は、南浅間町、西から北西にかけて、浅間町に接する。片平川には、上流側から沼の橋、平岡橋、元平沼橋及び平沼橋、新田間川には、江戸市殿橋、 藤江橋、下、下橋、浅岡橋、岡野橋、新田間橋がかかる。平岡橋と岡野橋を結ぶ通りの東が一丁目、西が二丁目となる。一丁目には、神奈川県立横浜平沼高等学校と、その北東に横浜市西高海道がある。新横浜通り沿いは、横浜駅西口の繁華街に近く、商店や飲食店が多い。二丁目中央部には、 区内で唯一の野球場やプールなどを備えた丘の公園があり、その北側に丘の福祉会館、横浜市立丘の中学校、西側には横浜川崎地水事務所などが入る横浜西、合同庁舎や小賀電気工業横浜事業所、研究所等がある。研究所の敷地の一部には2011年11月30日にサミットストアが開店。 同社グループの小賀電工、パワーシステムズの事業所は、2016年11月に、海老名市に移転した。平岡橋を渡った先の西平沼町には、相鉄本線平沼橋駅があり、朝夕は、平沼高校の通学路として賑わう。横浜駅西口から西高街道付近までは、徒歩で10分ほどである。新横浜通り上の岡野町バス停からは、 横浜駅西口から三沢や幸福寺方面、ほどがや社庫前から市町前、本木を経由して、根岸駅を結ぶ路線などが運行されている。面積は以下の通りである。住宅地の地価は2017年1月1日の工事地価によれば、丘の2から17から15の地点で32万円、平方メートルとなっている。 江戸時代の横浜道の神殿館橋付近右側の田んぼが、岡野神殿かつては、片平川川口の湿地帯で、現在の町域のうち南西端の一部は1786年に藤江萌え門により開拓された藤江神殿、残る大半の部分はその後開拓された岡野神殿が元になっている。ほどが谷宿の金物商であった岡野監視郎両親は、 藤江神殿を引き継ぐ形で1833年より当地の神殿開拓を始める。しかしその3年後、両屋は41歳で死去。両屋の息子で当時6歳であった両成が事業を受け継ぎ1850年に完成させた。岡野神殿は岡野の野号が鍋屋であったことから鍋屋神殿とも呼ばれた。1859年の横浜公開校の際には、 神殿の縁に横浜道が開通した。1873年、町並みの整ったところに、千歳町、新玉町、丘の町を新設。1889年4月1日には、町村制の施行により、神戸町、岩間町、片平町、旧ほどがや町と合併して、羊群ほどがや町が成立。当地は、ほどがや町を大技丘,丘の神殿となる。 1896年には、両なりの長男の岡野金之助により、神奈川県農事試験場が誘致され、さらに1900年には金之助は、神奈川県立高等女学校に土地と寄宿舎を寄付した。県農事試験場は1908年に、ほどがや町に移転。その後の再編により、現在は、平塚市にある農業技術センターが後継機関となり、 岡野町の農事試験場跡地は岡野公園となっている。高等女学校は1950年に教学化され、神奈川県立横浜平沼高等学校に改称した。1901年には、ほどがや町大技岡野神殿は横浜市に編入され、横浜市岡野町となる。1923年9月1日の関東大震災では、 家屋の消失などの被害が多数発生した。同月には町内に再生会神奈川県病院が新設された。1927年10月1日の区政施行の際には神奈川区の一部となった。1936年には岡野町と浅間町の各一部から南浅間町が新設された。1943年12月1日には 神奈川区から中区に編入され、1944年4月1日、中区から西区が新設された際には西区に編入された。1965年7月1日には西平沼町の一部と岡野町から岡野はじめ、2丁目が新設されるとともに一部が南幸い2丁目、浅間町、南浅間町となり、岡野町の町名は廃止された。 1982年には横浜ゴルフサロン後に横浜市西公会堂が開館した。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。